接触反応とは、固体触媒を使う反応のことです。固体触媒は石油化学など工業的にいろいろと使われています。反応プロセス、生成するもの、固体触媒の順でまとめてみました。反応のメカニズムは大体5つに分かれます。反応する分子が触媒表面まで拡散します。反応する分子が触媒に吸着します。触媒表面で反応します。生成物が表面から取れます。生成物が流体に拡散します。拡散とは、2つの流体に濃度の差があるとき、濃度の差をなくすため物が動くという現象です。3つの拡散があります。そして拡散にはフィックの法則があります。括弧1、括弧2です。拡散定数を分子運動論から求めました。括弧3です。気体では物質の移動はこのようになります。括弧4です。アイリングは流体の拡散についてこのような式を出しています。括弧5です。触媒の周りには胸膜があると考えます。そして胸膜の大きさはバルクの流速で変わります。その濃度の分圧は右の図の通りです。 PA はバルクでの分圧、PAI は触媒表面での分圧です。物質移動は括弧6で表されます。定常状態では物質移動の速さ、反応速度、触媒表面での反応速度が全て等しくなります。括弧7です。括弧8の式で触媒表面での速度定数 K が KGA より大きいとき、拡散が立速となります。KGA が大きいときは反応が立速となります。よってバルクでの分圧の差で反応の立速を決めることができます。反応装置、工業的に反応を行う装置として、連続式の反応塔と回分式の反応釜があります。化学の実験室で見られるものです。反応塔の一部を取り出して微分反応管と呼びます。その反応速度は出口の濃度と入り口の濃度の差を接触時間で割った値となります。流速を変えて濃度の差を調べると、さらに詳しい反応速度が分かります。触媒の種類を変えて反応速度を調べます。流速が大きいと表膜抵抗はありませんが、流速が小さいと表膜抵抗が見られます。濃度の差は反応速度と出口濃度から計算されます。固体触媒の中には細かな穴がたくさんあります。活性炭、シリカアルミナ、アルミナはこのような値です。触媒有効係数という考えがあります。実際の反応速度を接触なしの速度で割った値です。拡散ではフォアが大きいとき分子拡散、フォアが小さいときクヌード線拡散
となります。分子拡散とは、分子が大きな穴の中にある時で、分子と分子とが衝突しながら拡散する時です。クヌード線拡散とは、分子が小さな穴の中にある時で、分子が小さなシリンダーの壁に衝突しながら拡散する時です。分子拡散とクヌード線拡散の中間についてはいくつかの実験式があります。穴が単一な触媒についての拡散定数の式です。続いて、たくさん穴のある触媒についての拡散定数の式です。接触反応を一次不可逆反応と見て調べてみましょう。触媒を皮膚と見て、半径 R と R プラス DR について濃度の傾きを DC、DR とします。定常状態で R、カンマ、R プラス DR での拡散量および DR での反応量を求めます。マスバランスからカッコ2が成り立ちます。表面積のうち N 個の穴があるとしてカッコ3が成り立ちます。またカッコ4が成り立ちます。境界条件を入れてベッセルの微分方程式を解きます。カッコ5です。ここで M をシーレ数と言います。無次元数です。フォアの反応速度を求めます。カッコ5からカッコ6となります。理想的な反応速度はカッコ7です。したがって触媒の有効係数はカッコ8となります。これにより触媒の効率、さらに細かい穴の中での抵抗を求めることができます。反応等での反応の式があります。この式から触媒の単位質量あたりの反応速度はカッコ9で表されます。実験による反応速度はカッコ10となります。見かけのチーレ数 M スターはカッコ11となります。 M スターチーレ数と EF 触媒の有効係数とのグラフです。細かい穴の中での拡散によって反応速度がどう変わるかを示しています。その工業的な例としてブタンの脱水素プロセスがあります。1気圧530度摂氏、触媒をアルミナとして反応された時の条件です。チーレ数 1.88、触媒の有効係数 78% となります。